はい、皆様こんにちは。マイケルの鉄道旅へようこそ。今回ですね、紹介する、時刻表はですね、山陽電気鉄道です。はい、こちら、私が持っている、全タイプね、ご紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。山陽電車はですね、一度山陽塩谷駅という駅で一回現在の阪神神戸高速線大海駅のとこに、昔ね、山陽電気鉄道の、兵庫駅、ここの大海駅の地上のところにあったみたいですね。お主に聞いてみたんですよ。山陽の兵庫駅って、JR 側なのって聞いたところ、大会駅のとこやねって。大会のとこおって。へえーって。意外だなと思いましたね。はい。で、なぜ山陽電車のね、時刻表をね、お見せするのかというと、今度、ダイヤ改正で、種別変更が行われたり、今まで停車しなかった駅に、この度ダイヤ改正で停車しますという、感じですね。はい。まず、山陽網干線なんですが、深夜帯かな？こっちの鹿間網干方面の、まあ、だいたい19時、20時台前後、あたりから、ダイヤが増えると。平松駅とか、22時台で3本とかですよね。それが4本、5本とかに、増発。すると思います。はい、で、僕の友達ね、これね、こう、表紙、広告、別のものでした。いやー、すごい。そして、いよいよ、本線です、本線。はい、西田駅、これで、喫茶店です。前に見せたものをちょっと、字がね、ぼやけてて、見えなかったんですが、先日、PC からね、改めて、吸ってきました。はい。見やすくなりました。時間とかは、こっちの、ピタパの、表紙になっている、最新のものと、同じ、時刻になってます。はい。板宿。板宿はね、一番新しいのが、表紙が、港川神社、南光さん。阪神阪急神戸高速線の高速神戸駅からすぐという、東改札口すぐのところですね。はい。ここにあるっていう感じです。で、問題が東島。ここが、ついに山陽 S 特急が、オールウェイズで停車します。はい。阪急三宮からだと、月見山まで各駅。で、阪神側の三宮から発車した場合、停車駅が元町、高速神戸、西元町通過ですね。だから高速神戸から月見山まで各駅停車という感じになります。はい、東すまん。山陽電車の、神戸市内で唯一車庫があるところですね。はい。で、月見山があって、須磨寺。あ、月見山ね、副駅名、須磨離宮公園前です。須磨離宮公園に行く際は、月見山駅で降りてください。はい。直通特急に乗った場合も止まりますんで。はい。で、須磨寺。で、山陽須磨。これの、今持ってる時刻表の1個前の時刻表では、お見せしますと、これですね。2012年の3月の20日にダイヤ改正された分の、どこだ、西田駅か。ここ見ていただくとわかる通り、元町、西元町、高速神戸、新海地、大海高速長田、西大、板宿、現在は板宿前の各駅なんですが、もう2012年の3月20日にダイヤ改正された時は、なんと、
東須磨、月見山は普通です。須磨寺、須磨、はい、なんで、山陽須磨まで各駅停車していた時もあったという感じです。はい、で、山陽須磨で、まあ、須磨川公園行きの特急とかに乗った場合は、山陽普通の山陽姫路行きのね、各駅停車に、接続かなんかするみたいですね。はい、で、阪神電車は基本、特急電車の場合は、直通特急って書かれていない特急は全部ここ、須磨川公園で終点。昔、阪急電車もここまででしたね。阪急神戸線も。神戸高速線として、はい、ありましたね。で、山陽塩屋。これですよ。これが、神戸高速線の開業する約1年前に、爆破事故があった駅です。はい。で、滝の茶屋は、朝と夕方に、朝は、尼崎、大阪、梅田方面。で、こっちは、夕方は明石、姫路方面に、この滝の茶駅で泊まるという感じです。僕の友達はね、別タイプを持ってました。で、東田海。過去にね、臨時停車した時もありましたね。はい。あと、西二見駅も臨時停車してましたね。で、山陽たるみ。で、霞ヶ丘。ここが問題、重要。S 特急とかね、普通に止まるんですが、阪急か阪神のどっちかの三宮発霞ヶ丘駅は、ここで、直通特急の、まあ、通過待ちをするんですが、その通過待ちをしている間に、山陽姫路行きの S 特急に種別変更。山陽電気鉄道開業後初の、異例の、対策。まあ、異例のね、種別変更がね、この霞ヶ丘駅で行われるという感じです。で、その後は、舞子公園、西舞子、舞子公園、西舞子、大倉田に、一丸前を通過しまして、山陽明石。で、通過して、西新町、早崎松江、海岸通過して、藤江。藤江から、東二見の手前、中柳から山陽魚住まで通過して、で、東二見から、この東宇多美駅から、山陽姫路駅まで各駅に停車、または高砂駅に各駅停車という感じになりますね。はい。で、ね、年に1回かな、東宇多美の、車両工場で、イベントあるんですよね、山陽電鉄フェスティバル。はい。僕が行ったのはね、道路側の方です。あっちの、車両工場側の、出入り口からじゃなくて、道路側の方の南側かな、そっから、入りました。で、鹿間。これはね、なんとね、高砂とか、どこだ、浜の宮とか、はい。浜の宮付近からずーっとね、これなんですよ。浜の宮、で、白浜の宮は、目が白浜の宮、やか、的型、大塩、山陽、曽根、どうやったの？この友達ね、山陽、曽根駅持ってないですよね、時刻表。うん。だがですよ。この山陽姫路駅。見せてくれたところ。なんで、大食いタレント、ギャル曽根さんが、お気に入りの、お好み焼き屋さんの、店が、この、山陽姫路駅の、ここの部分に、ここと、あとは、あ、ここか。ここの部分に、なんと、使われてたんですよ。ひえー、ギャル曽根さんの、
お気に入りのお店ってちゃんとね入ってるんですよ。ひえーと思ってね、意外でしたわ。はい、で僕が持ってるのはカジマコーポレーションのタイプと、こちらですね、大和証券さんのタイプ、大和証券姫路支店の、タイプ、これ持ってるんですよね。はい、意外だったなって。で、こっちは、西台は、ピタパで。で、板宿は港川神社以外に、近畿老金とか、こういう感じ。で、東須磨に、曜日で。で、サインを頼み。これね、僕の友達も持ってましたよ。はい。このタイプで。で、サインを明かし。なんでかね、同じ広告ってね。はい。で、あ、鹿間駅も確かこれでした。山陽建設。あ、確かこれでしたね。はい。で、2012年にダイヤ改正された方は、山陽交通社。これも山陽電車グループの分ですね。はい。で、徳川コーダ。これは、月見山ですね。はい。これ、結構ね、いい感じですよ。で、鹿間駅は、山陽鹿間ショップ。餃子の王将とかっていう、いろいろね、まあ、ちょっとした、まあ、店が、まあ、ちょっとしたショッピングモールって感じですね。はい。で、山陽姫路駅は、エディオン、旧緑電化姫路店のクーポン付きでした。はい。で、ここ1ページ、この裏は、は、こんな感じですね。はい。で、この、時刻が書いた裏は今と一緒ですね。あ、でもちょっとだけ違うのかな。あー、ちょっとだけ違いますね。梅田って書いてあるのが阪神梅田になってたりとか、ナンバーってなってるのが大阪ナンバーになってたりとか、はい。それ以外は変わってないかな。あー、でもちょっと配列が若干変わってたりとかしますね。はい。ここのね、この広告ね、結構ね、山陽電車ね、播磨町西二見駅過ぎてから結構多いんすよ。もう十何駅連続で同じとかありますからね。はい。で、映画島駅ね、見せてもらったんですよ、友達に。したら、早崎松江海岸から1ページ4枚の、時刻表とかのファイル入れにしたら、4駅連続で同じ広告っていう。はい、これがなんと、明石市内、神戸三宮への、ワンデーチケット、または、阪神、明石市内ワンデーチケットのタイプ。こっち上の方が、西二見駅から阪神阪急神戸三宮駅。で、新鉄の港川駅ですね。はい。で、阪神明石市内ワンデーチケットは西二見駅から阪神梅田。で、尼崎で乗り換えの阪神ナンバー線大阪ナンバーまでの感じですね。これが、大倉谷と人丸間駅もですね。はい、一緒でした。あ、西新町駅も確か別の広告でしたね。はい。西江ヶ島駅は一緒でしたね。はい。奥住病院さんの。で、ね、僕が持ってね、白浜の宮駅はこのボスなんですよね。はい。いよいよ、阪神電車の、この表紙も、間もなく終了となります。はい。この5702番先頭の5702号の、先頭の分の写真で、ね、いよいよ、ラストとなりました。いや、本当にね、お疲れ様でした。はい、この動画で見た方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。この西大駅のね、これね、結構ね、レアですよ。はい、今度のダイヤ改正でこれになってほしいなと思います。では。